両思いだと思ってた人に振られました。両思いだと勘違いしていた自分が恥ずかしいです。慰めていただけませんか？で、僕、性格悪いんで、ちょっと笑っちゃったんですけど、まあまあ、次回は多分、両思いだという風なのを言葉で確認するようにしてください。要はその、例えば、その自分が誘ったらデートに来てくれるので、きっと相手は自分のことを好きなのだろうみたいな、要はこの行動をするから相手はこう考えてるに違いないみたいな、その、相手がそう動いた場合にきっとこうだという思い込みが今回間違ってたっていうのが確定したんだと思うんですよね。要するにその人を見る目がないんですよ。要はそのこういう行動をする人は自分のことが好きだよねっていうのが確認してみたら違いましたっていう話じゃないですか。なので、次回はちゃんとその言葉で確認するとかっていう、その、一個一個こう、石を積み重ねるっていうのと、人はきっとこう考えているだろうみたいな予想は外れるっていうのをちゃんと意識して次回に行けばいいんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。